2016年ズルトレーダーで、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半前先生です。じくじくにね、状態が良くなってきました。今週の1000円ずつのライブ投資ですね、12月11日から14日、今土曜日ですね、もう12時、今の時間がこの時間ですね、土曜日になっちゃいましたけども、成績が良くなってきましたよ。これで、ね、1回目敗退しましたね。12月11日、20時。で、12日が1、2、3、4、5、6回取引があったんですね。それで結構勝ち越して、ここだけいっぱいだ。で、13日1回だけで、14日ですね。なったわけですね。勝率は1万8800円投資して、あ、1万5000使って1万8800円の利だ、ペイが出たと。で、引くごとの、まあ、3800円の利益ですね、1週間との成績ね。1000円ずつ通してですね、1万ずつで3万8000円の利益ですね。12月9日から12月14日にしてます、一応ね。5万ずつだったらね、まあ15万ぐらいか、週15万ぐらいになりますね、これだとね。5万ずつとして、上人はまた来週も同じように1000ずつとしてどうかなというのをやってね、みっちり稼げるかですよね。ただもうこんな風に価値がプラスになるんだったら資金上げればいいですからね。ね。2000円ぐらいずつにしてね。投資でいいでしょ。そしたら3000の利益だから、3800円の利益だからね。まあ3000ずつ6000円になるわけですね。で、6000ずつ増やしていったら週にね、今度はまだ3000円、5000円ずつ投資してね。ね、資金が増えたらね。この資金だけで頑張りますわ。ね。ね。いい成績ですね、だけどね。10勝5敗ですね。10勝5敗。すごくいい成績だ。僕ね、蜂蜜溶かして、お湯に、ミネラルウォーターに蜂蜜を入れて、飲んでました。美味しい。を沸かしてね、電子レンジで。これならいいですね。10勝5敗ね。10勝5敗です、先生はね。まだね、5時までシグナル待ち、分析してますから、左落としますでしょ。ね、3回ぐらい負けちゃったりして、チャラだったりする可能性もありますし、プラスになる可能性もあるし、わかんないとこですね、まだね。怖がんないでね。ダブルにシグナル来たらやめときましょう。
先頭の1個だけにしておきましょう。ね。あ、よかった。これで食っていけるわ。浜岩先生よかった。これで食っていける。こんな成績だったらもう OK。10勝5敗ぐらいでもう満足よ。10勝5敗ですね。